何でしょう、結構多彩なので、ハイライトの人って結構ハイライトで売ってる人いたり、バレアージュの人もいたり、あとはフルブリッジの人といてるんですけど、本当まんべんなく全部お客さんいてるんで、まあどうでしょうね、お悩み解決みたいなのが一番いいかもしれない、うん、まあ色調もそうですし、白髪と、まあ、めっちゃ派手髪もあれば、なんかちょっとナチュラルな人もいてたり、なんか海系好きなんかなみたいなあの投稿もありますし、ジャンルは、うん、なんか今は絞った方がいいとは言われてるんですけど、あえてもう幅広いです、何でも聞いてねって感じです。来てくれたお客さんを綺麗にするのが目的なんで、別にどんな人が来ても綺麗にしたいなとは思います。いろんな人に求められたいんで、なんか僕が求めるよりなんか求められる方が嬉しいんで、まあそういう人になりたいなと美容師としても思いますね。究極の完成形は、お客さんってまあいろんな方がいてるんで、まあその人にとっての、まあ、一番にそれぞれなるのが完成形ですかね。もうその人は一人なんで、対僕が一番になりたいです。この人のいろんな人の一番になりたいっていうのが完成形ですかね。ずっと難民してるお客さんが僕のところでとどまってくれるのは、でずっと来てくれているお客さんもいっぱいいてるんですけど、うわ、めっちゃ嬉しいです。やっとあの出会えたねじゃないですけど、うん、まあカラーでいろんなことしますけど、まずはでも一個なんか自分の得意を見つけて育って、そこからまあ同じように幅を広げた方がいいかなと思うので、でも基本的にはお客さんその一人の一番になるように、まあ接客なり技術なり、デザインを作ってほしいなって思ってます。まず僕ができないことをあまりこうやるっていうよりも、まあ、できるようになってこうしたらいいよっていう風な道は先作りたいなって思ってます。道作りに誰か走らないといけないと思うんで、まずはわーっと走って通りやすい道をあのこれからのスタッフとかにちゃんと作っていきたいなって思ってます。今新木さんと働かせてもらっても5年ぐらいになるんですけど、もう毎日常日頃もっと良くしたいっていうのがすごい伝わるんで、まあ、ちょっと空いた時間とかこうウィッグ出してきてレッスンしたりとか、その、まあ、セミナーとかそういうのが近くなったりしたら、もう自分を追い込むというか、誰よりも夜遅くまでどうやったらうまく伝わるかとか、どうやったらお客様を支援できるかっていうのをもうずっと考えてるんで、本当に尊敬してます。もうええ感じで言ってくれよ、うん、なんかこんな感じでいいかとかっていうのは一切なくて、妥協してるところとか諦めてるところとかを見たことはないです。めっちゃ明るくなってめっちゃ明るくなってちょっとやりすぎたかなって心配なんです。途中は結構みんなそう思いますね。そうですね、ツヤがすごいですね、うん、ありがとうございます。すごい、ありがとう。多分めちゃめちゃ白くまでは抜いてないんで、あの、ガチでワンちゃんやろ。ガチで私ガチでワンちゃんは
今年入社しました、福井拓磨です、まあ、お客様に多分5年ってなってくるとやっぱり入ってると思うんで、そこでしっかりとちゃんと結果も出すって、でもお客様にはしっかり寄り添っていける、なんかちゃんとお客様と対面して同じ立ち位置でできるような美容師になっていきたいです。あまり取らへんかみんな大体はその辺買ってるんですけど、それが昨日ミーアシスタントで、3年目の馬場みなみです。真偽さんの近くで、見てきたことは、間違ってないし、自分がやってきたこと、見てきたことは、すごい貴重なことなんだなって、なんか他の同期の美容師とか見てちょっとそう思います。大阪は逆にあんまり他を知らないんですけど、うん、もう完全ホームですけどねあ、笑いのレベルが高くてちょっと僕としては大変な時があります。あ、なんか変なことするの好きやったやつだと思います。今思い返したら、こんなん絶対自分の子供やってたらめっちゃ怒ってるなっていう、芝居てるなっていうことをようしてたなって思い返した思います。よう親我慢してたなって思います。まあでもやっぱ働き出して、やっぱスタッフに助けられたりとか、あとは、いろんな人に教えてもらって、ああ全然自分じゃできないなって思うことばっかりやったんで、そこで反省 してやり直してる感じですかね。苦労したことは、それこそ働き出して、やっぱりこう、まとめるのとかが苦手なんで、なんかそうですね、なんかこう信頼をちゃんと取るっていうのが難しかったかなとか、思ってることをちゃんと伝えて一緒にやるっていうのが最初難しかったです。でもかなりそこは今のスタッフに助けられてます。チャレンジャーかなとは思ってます。なんか新しいことにチャレンジすることが好きなのと、あとは自分で言うのもあれですけど、一生懸命だと思います。もう美容師の仕事を選んでる時点でめちゃくちゃいいと思うんですけど、そこで多分みんなすごいできると思うので、可能性をもっとなんか最大限に生かしてみたらすごいことになるんじゃないかなって思います。とにかくやってみるしかないんですよね。なんか失敗する前提でやってみるとかなんか別に正解でも成功でも失敗でも結果はなんかついてくるんで、ね、楽しいと思う。どうせ生きてるんやったら、なんか一生懸命動いたり、なんか悔いないように時間は過ごしたいなと思ってるんで、そっちの方が大事かなと思ってます。せっかくなんで今日は最近ちょっとだけ変わったブリーチリタッチの伝達を、営業中ちょっと言ってるんですけど、しっかりこう伝達できてなかったんで、ちょっとマイナーチェンジしたことをみんなに
伝えておこうかなと思ってチームレッスンで、お伝えしていきます。でこれでしっかり共有して営業中も、まあ、全員が同じ風にできるようにしてお客さんの仕上がりのクオリティを下げないようにみんな同じになってキープできるようにする、チームレッスンをしていきます。よし、では行きます。じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ここ分けとくとよかった。ここなんかちょうど余るところ、はい、一人でやるときも早かったよ。ここをもうこっちに入れちゃおうかな。だから4ブロック分けた後にこのトップのところこういうブロッキングで3センチぐらいのリタッチの手で打っていきます、はい、で、なんかこうスライスをってこうやって塗ってたけどそうするよりもこう押さえて毛が浮いてこないようにまずこう塗っていきます。上とペーパーを置いてで次の時もこうやって押さえてこう置くけどやっぱライン取りたいからこうテンションかけないで上でラインを取ると。あくまで上にこうつかないようにここは浮かして塗りたい、はい、ちょっと姿勢しんどいけど、はい、これあれなんか一周回って元に戻ったやつです。これ最近やってていろいろやってきたよな。ゼロテクとなんかペーパーと合わせてやったんですけど一周回ってめちゃくちゃ基本的なリタッチのきっちりやる番初心に戻ったな。これでええやんって礼儀と挨拶ですかね。返事ができてたら僕の中ではもう100点ですね。まずもう返事してくれるだけで嬉しいですけどね。はいって言ってくれるだけで、それなんかちゃんとこう受けようとする姿勢のある返事ですけど、なんかただ単にはいって言ったのではなくて、なんか受ける姿勢のある返事は教育のモットーですかね。受ける姿勢ですその点で言うともうみんなすごいんで、チームのスタッフたち働いてて超気持ちいいです。いつも教えてても気持ちいいし教えたくなります。でお客さんみんなで綺麗にできるし、スタッフもモデルしたりとかお客さん入った時に綺麗にできるし、もういいことばっかりですよね、うん、こっちは取らずにこっち側の時にしっかり、この時もこうやっちゃうとついてしまうからつかないように、どっちかっていうとパンでこうチェック、こっちからやってったら割と地肌にベタってつくけど、うん、今早くできる。いやこれな、たまったでは、うん、だけど本当これと思いながらやってる、うん、あれめっちゃ気に入ってんねんけど、その方が境目を乗ってくれるもん、うん、やんか、はい、けどここつかへんやんか、はい、こっちから行ったらめっちゃやりやすかった。いやキャンプ視聴者の方には、いやもし、まあ、この動画この最後まで見てるとしたらもうめちゃめちゃすごいなと思います。あとありがとうございます。で、まあみんなでどんどんエアキャンプ見て勉強してたら日本中すごいみんな綺麗になると思うんで、まあそれはものすごい楽しみですね。なんか業界全部丸ごと変えていけそうな気がするんで、一緒にね、一緒にできたらなと思います。ありがとうございます。